そうなんですよ、髪色変えたんです。本当は青だったんです。ネイビーみたいなカラーの青だったんですけど、色落ちしました。こんばんは。聞いてください。ね、好き。ずっと浜辺美波さんのオフィシャルサイト会員入ってたの、今まで。でさ、最近新しく変わったんですよ。なんかね、年会費になっちゃって、めっちゃ金額高くなっちゃった。なんか本当は月で500円くらいだったんだけど、年会費になっちゃってね、一気に金額ドカーンって上がっちゃったの。悲しいです、とても。え、なんかね、その会員みたいな、入会みたいなしてる人限定でグッズが買えるんですよ、 T シャツ。それが欲しくてさ、ね、継続しなかったの先は。一旦退会して、で先年間費に変わったの知らなくて、そうだから後で入ろうと思って。思ったのね。でさ、今日さ、さっきさ入ろうと思ってさ見たらさ、あれみたいな、年会費に変わって、Tシャツと同じ値段するんだけど、まあどうしようって感じで、Tシャツと変わらない。嬉しい、爪もいい。ちょっとだけね、あれ、ゴールドだって、ゴールド入ってんの。先っちょだけ。高いと思った。やるかしてる。そう、急になっちゃった。なんか髪の毛がさ、こっち抜けたからだよね。前髪がさ調子悪めです。はい、優しい、ありがとうございます。ネイビーの色落ちです。金髪になろうとしている。めっちゃなんかね、よくわからないでした。しかもめっちゃ髪の毛パサパサだね。なんかさ、さっき乾かした時すっごいツルツルだったの。なんならサラサラだったんだけど、ゴロゴロしてたらパサパサになった。動画見てた、公園の。
とネイビーだったんですよ。あのインスタの写真、インスタに写真あげたんですけど、その写真見たら分かる。ネイビーだから、ネイビーなんか濃いや、なんかえってなるよ多分見たら。えこんな色落ちるんだみたいな思うと思いますね。急にパサパサしちゃった。今日機嫌悪しなんですよ妹。人の機嫌が悪い。よくわかんない、ずっと怒ってる。ずんのってさ、マホピョンとのやつ見たよ。マホピョンとのやつだったらツイッターで見た。めっちゃ怒ってる。ずっとイライラしてんだけど。うん、マホピョンとのやつですか。見ましたよ見たよ。あのね、ツイッターでね、まあのね、出てきた。開いたらね、ちょうどずっとマホピョンのやつだった。見ました、見ました可愛かった。妹のプリン、うん、何もしない。帰ってきた瞬間から機嫌が悪い。何なんだろうね、よくわからない。とても怒っている。なんでそんなに怒ってんだ、わからない。怒らない。なんかさっき前髪さおかしくない？人が一周かもしれないです。多分確か人が一周だった気がします。ですね。です。仲良くしたいけど仲良くできないよ。だってさ、ずっと会わないよ。よくわからない。自分の機嫌が悪いからって。困っちゃうね。困っちゃうぜって。こんばんは。でも困りますね。
困るよ、やだよ。そうですね、佐々木今年19です。やばいね、19だって。怖、無理だ。嬉しい、増加のひまわり、ありがとうございます。くしゃみの癖、くしゃみの癖が強いこと。なんか壊れちゃう、割れないで。普通に時が経つのが早すぎて怖いんですけど。なんなら11歳からの人、11歳からの方もいますよ。やばくない？そう考えたらやばすぎだよね。こんなちっちゃかったのにって言われる。さすがにそこまでちっちゃくないよ。こんばんは。ん？そう、中1です。16、中1で、さっきドラフト2期生の、ドラフト会議もオーディション受けてたので、その時から応援してましたって言ってくださる方がいて、その方は11歳かな、多分ぐらいから知ってる。今はね、今はもう18歳です。今年19の年です。さすがにこれで11はちょっとやばいかもね、わかんないけど。ねえ、蚊に刺された。さっきどうしてもね、虫に触れたくなくて、蚊に触れたくなくて紐でやっつけたの。紐でやっつけた。なんかね、大佐くんのさ、ズボンの紐あるじゃん、あの紐でピシッてやって倒した。多分その時のかな、最悪やられました。回収大丈夫かねって。ピシッ。こんばんは。めっちゃやばい、またくさぶたになってる。かゆい。もう全部かゆい、嫌なんだけど。ここも蚊に刺された。壊しちゃったからだった。
危なかったよ。一緒、足も噛まれた。一緒だ。本当に痒いのって我慢できない。一旦その皮膚だけもぎ取りたくなっちゃう。痒すぎて。ちょっと薄くでもいいから剥がしたいもん、皮膚。汗も。汗も。汗も。こんばんは。めっちゃかゆいの。汗も。アップルウォッチの汗も。かゆいの。でも今さ爪短すぎてね、これ描いても痛くないの。ここのツルツルしてるから全然描けない。かゆくないん、描けない。かゆいからこうやって描いても描けないんです。だから髪の毛のなんかね、くるくるってなんかこうやってさ髪の毛をさくるくるってやって内巻きにできるみたいなブラシがあるんだけど、でそれ髪の毛長い時使ってて、今短いから全然使ってないんだけど、それでずっとツンツンしてた。痒くて本当は針ツンツンしたいもん。それぐらい痒い。こうずっと痒い。ちょっとかゆいんです。見て、懐かしくない？めちゃめちゃ懐かしいですでしょ。さっきの寝巻き T シャツ。なんだろう、たまに手とかされると。こんばんは。あ、持ってる？ソロだ、おソロ。はじめまして。二の腕を遅くするやつ。なるのかわかんないけど。なんかさ、前これやってた。はい、埴輪みたいな。あるんだよ、これで腕痩せしますみたいなのがあるんですよ。あら、ちょうど埴輪が。こんばんは。何個触る。なんかつぶつぶしてるの入ってんだけど、炭酸水。
にちょっとねレモネード入れたちょっと入れた。レモネードをこのぐらいここまで炭酸水入れた。ね、ナイスタイミング。こんばんは。あー頭が働かない。こんばんは。頭が働かないよ。なんか頭の中空っぽって感じ。何なんだろうね、この現象って。めっちゃ頭の中からなの最近、ここ3日間ぐらい。マジで頭の中から何も入ってこない。何なんでしょうか分からない。マジ辛すぎる。何も入ってない。こんばんは。なんか頭がボケってする。しかも一日中眠いの。何なんだろうねこれって。よくわからない。ひたすら眠い。夢詰め込める。いっぱい詰め込んじゃう。ポン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 って。バイオリズムってなんだ。聞いたことあるけど何かしら。とても眠いです。なんか眠いね最近。毎日眠いの。寝ても寝ても眠いの。なんか永遠と寝れちゃう感じ。何なんでしょうかね。昨日がめっちゃ寝てた。それで昨日11時くらい寝て、昨日一昨日か、一昨日11時寝て、12、1、2、3、4、5、6、7時間寝たじゃん。そこプラス2時間プラスもう2時間11時間寝てるもん昨日。電車と待ち時間で寝た。うん、何か分かった。レモンだ。つぶつぶしてんの。もう本当に寝ても寝ても眠い。寝た感じがしない。永遠と寝れちゃう。もうさっきだって寝そうだったもん本当に。8時くらい眠すぎて。8時くらい本当に眠かった。目がうつろうつろしてた。絶対自分でも分かった。
ってやってた。めっちゃ眠かった。なんでなんだろう。もうずっと眠い。ああ、いた。熊見た。熊ないよ今。うち寝すぎなくらい寝てるもん。めっちゃ熊じゃない。なんか前髪あるとさ、影でできるんだよね。ほら。寝不足みたいな顔。全身でしょ。くまないんだよ。目袋がねめっちゃある。5歳の妹、あ、朝起きれなかったですよ。見事に、見事に爆睡してて怒られてた。早く起きな。こんばんは。やばしすぎる。ありがとうございます。皆さんにも幸あれ。何色素敵、嬉しい。色うちだけどありがとうございます。無理かもしれない、いろいろと。本当に頭が動かない。どうしましょう。困ったぜ。猫だし。ね、ほらやっぱりさ、こう見るとさ、眉毛が薄いんよ、ちゃんと。猫だしです。マロンフラペチーノ飲んでますわ。ノットマロンです。マロン食べれない。もちもちです。青いでしょ。そうなんですよ、めっちゃ青だったんです。優しい、みんな。え、薄いよ眉毛、ほら。え、多分これ金髪の隣にあるからダメなの。いや、黒と比べるとね、本当にね、薄いんだよこの眉毛。今全然ないな。目に突き刺さる髪の毛たちが。今肌何もないの。何もない、何もできてないの。珍しくない。ティレンティレンティルいや、前髪作ったから絶対ニキビできるんだろうなって思ったけど、意外と平気だった。相変わらずそばかすはいるけどね。
マホピョンとお話しますよ、全然あったら話しますけどね、さっきね、人見知りだから そもそものメンバーとあんまり喋らない。なんかそこまでめっちゃ喋るメンバーはほんと少ない、限られてる。マホピョンにでもね言われた、チャキかと思ったって。髪色がさ、もうちょっとね青かった時なんだけど、そうチャキかと思ったって。そう、髪色はめっちゃチャキなの、今ちょっと前がめっちゃねマジそっくりだった色。そうそうそう、そうなの。そう、同期とは話すけど感じです。同期でも年は近ければ近いほどいっぱい喋るかも。なんか一緒にいる時間は長かった。なんか学校とか、なんだろう、なんか年近い方がなんか一緒になんかしたりってすることが多かったから、だからね、来る田口、みなみちゃんはめっちゃ喋る。めっちゃ喋る。めちゃくちゃ喋る。めちゃくちゃ喋るんですよ。永遠喋っちゃう。ひな、ひなこ、まあ全然喋る。ズンは全然喋るよ。私さっきズンの家を泊まり行ったことある。お邪魔したことある。全然喋る。メンバーといると妹キャラどうなんだろう、わからない。え、けどでもなんか長女っぽくはないって言われる。めちゃくちゃ言われる、長女っぽくないって。めっちゃバッチバチの長女だけど長女っぽくないって言われた。言われる、よくどこ行っても言われる、長女って言った、えって言われる。あ、好きね、ズンにね、なんかその日急に何だったのか覚えてないけど、あんまり急にズンのお家にお泊まりすることになって、お泊まりしてなんかずっとペラペラ喋ってみたいな感じだった。ズンに髪型やってもらったりして。そう、末っ子っぽさある。最近末っ子なったことないんだけど、末っ子になったことがない。なんかいとこも親戚も全員ね年下なんです。年上がいない。なんか全然年下しかいない、あの、ね、年上がいない。しゃべりちゃった。多分さ年齢がさ下だからじゃない。
中ロッキーの中でさ、セッコカーの多分年齢が下すぎ、下だからじゃない、下だって今さ、中ロッキーさ2番目でしょ、さっき多分クールの次だよね、ね、だからじゃないですか、わからないけど。そうそう、なんか YouTube 見ながらねお話ししてた一緒に YouTube 見ながら、なんか怖い話とか聞いて叫んで遊んでた。身長は2番目なのかな、どうだろう、わからない。なんかまた最近伸びたねって言われるよ、になったみんなよく言われる、なんか身長伸びたって、わかんない、測ってないからわかんないもん最近は。身長最後測ったのいつだろう、卒業式かなみたいな。そう、かおりちゃんは妹っぽい妹っぽい、好き好きったりできない、仕切れる自信ない。仕切れる自信ないから無理です無理無理、やだよ、それでしらけられたら、耐えられない無理無理。こんばんは、いや本当に兄弟は全然言えるよ、だって生まれた時から一緒だから。なんかまた別兄弟はだってね、兄弟はまた別ですよね。かおりちゃんはお兄ちゃんいるから多分そうですよね。うん、かおりん16期で1番目ですね。嘘ー笑顔、せっかく感ある、好き、かおりちゃん、優しいお姉ちゃんが欲しいかな、それかなんか美容とかに詳しいお兄ちゃん、どっちかがいい。そしたら何でもメイク道具とか買ってくれそう じゃない？どうなんでしょうか。なんかさ、なんかお兄ちゃんお姉ちゃん別どっちでもいい、なんかとりあえず優しくて、なんだろう、
なんだろうね。めっちゃでもあれがいいな、なんかなんて言うんだろうね、難しいな。なんかさ、お出かけしたりとかさ、なんか仲良しがいい。仲良しがいいな。何に車に教室で、すごい、その優しいお姉ちゃんいないよ。だって今だってさ、教習所代高いじゃん、ものすごく。優しすぎお姉ちゃん、それ教習所代で貯金ぶっ飛んでったよ。貯金がぶっ飛んでちゃった、ほとんどなくなった。悲しすぎるよね。こんばんは。優しい、いいな。いいな、そういうお姉ちゃん。優しすぎでしょ。だって親でも出してくれないじゃん。なんかの出してくれる人いるかもしれないけど、さっきは貯金がぶっ飛んでいった。車運転してますよ。お買い物行くとき、スーパー行くときは運転しています。甘えられないというか、普通に甘え方がわからない。家でずっと今まであれだったから、長女だったから、上に誰もいないんですよ。本当に本当、上にいるのが、一番近いのがママの弟なの、おじなんです。だからさ、それ本当にいなくて、いないの。なんかなんていうの、そういういとことか親戚とかでも、そのお兄ちゃんお姉ちゃん的存在の人がいないの。だからもう全然わかんないの。注射めっちゃ上手くなった。自分で言うのもあれだけど、最初怖くて怖くて仕方がなかったけど、ね、最近プロなんです。上手になった。最初はね、なんかさ、教習所でさ、注射ってあんまりやんないのね。そんないっぱいはやらないよ、ちょっとしかやらないんだけど、だからもう不安でしかなかった。え、これで本当外出ていいのみたいな感じだったんだけど、さ、注射ね、上手になってきたの。あ、ね、ちゃんとまっすぐなの、綺麗に。もう、ま、ちょっと曲がったりもしてない。めちゃピシってなってた、前回注射した時。やっぱり初めての時ってね、微妙にね、ちょっと斜めってたりするの、線からはみ出てなくても微妙に斜めったりとかしちゃうんだけど、めっちゃピッとしちゃった。めっちゃピッとしちゃったよ、びっくりした。嘘と思って。自分で運転したみたいな。不安になっちゃう。でもずっと一人ではまだ運転してない。ずっとママが隣に座ってる。ママか、それかママが隣に絶対いて、後ろにたまに弟がいる時もあればいない時もあればって感じです。隣にママが絶対いる。で、怖いもん。なんかまだ一人で運転したことないよ。
そう、嬉しい。うん、オートマでそろそろ。あ、そうなんですか。目がいいと上達が早いの、初めて聞いたかも。ゆねづきさ、かなぶんとディズニー以降遊んでないの？遊びたいの？とっても遊びたいのに遊べてない。予定が合わなくて全然会えてない。え、難しい、難しい。あれよく分かなくなっちゃうね。劇場来るまで実はそれは笑っちゃう。それはない。こんばんは。それはないです。でしょ、泣けるでしょ。ほんと泣けるよ。卒業公演以降会えてない。一回も嘘ついたかもしれない。多分卒業公演以降会ってない。かな。でもそのぐらいから会ってない。絶対都内走れますか？都内走れますか？え、東京でダッシュするってことですか？東京ダッシュはできるんじゃない？わかんないけど。こんばんは。無理です。こんばんは。まだ車で。うさき、そこまで運転できる自信ない。ちょっと距離が、距離が下遠いかなっていう。遠い。どのくらいかかるんだろう。ゆさきが染めた姿初めて見ました。染めた日の髪見てほしい。もうこれ色落ちだから、もうね、色がね全然綺麗じゃないんです。あのね、インスタグラムに載ってます。写真がネイビーっぽいから、なんかね濃い青みたいな色してます。元2週間ぐらいかな。どうした？2週間？ 1 週間かな。どのくらいだ、わからないけど、そのぐらいです。あ、待って、理解できた。都内走れますかって、車で走れますかってことか。なるほど、今理解できた。でも今日頭が働かないんです。すいません。そう、都内は走れません絶対。だってみんなスピードブン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 出してんじゃん。多分無理、あれは無理。あら、優しい。わざわざインスタ登録して見てみてください。全然
そう、めちゃめちゃね、割とネイビー、割とネイビーとか言って、うん、割とネイビーでしたよ。あ、スマホが古すぎて全然ですよ。なんかスマホどんどん新しいの出てくるよね、びっくりなんだけど。え、ですよね、上級者向けですよね。ないです。そう、ネイビー。東京より神奈川が運転は激しいよ。そうなんですか。え、多分それはでも都会でしょ、なんか横浜とかでしょ多分。あの高速道路がいっぱいあるからさ、じゃないですか。どうなんでしょうか。目がしょぼしょぼしてきた。まだ30分くらいだ。車の免許は？え、わかりますよ。ゴリゴリする。今日いっぱい寝ます。すぐ寝る。覚えてますよ。だってさ、めっちゃ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 さ、お話ししたじゃないですか。ね、公園とかいっぱい来てくださったか覚えてます、もちろん。久しぶりに見たと思って。何ですか。なーに。あれやばいよ、高速道路。先絶対迷子になっちゃう、高速道路。なんかいっぱい道あるよね、横浜らへん。なんかどこだあれ、わかんない。なんかくるくるしてるところあるよね。え、台風来てるの、それ聞いてない。え、神奈川来ます台風。どうなんでしょうか。一番乗りたいディズニー、うん、全然文字が見えない。ディズニーランドのアトラクション、スペースマウンテン。インターチェンジじゃないと思う。ジャンクションなのかな。うん、公園とトーク会お待ちしております。また話そうね。嘘でしょ、来るの。え、19日、本当お待ちですか。無理なんだけど、外出たくない。同じ、全部濡れるじゃん。さっき一番嫌なのね、車に水かけられることなんだ。それが一番嫌だ。雨の日必ずかけられる。水たまり攻撃くらい。ちょっと嫌なんだけど。
直撃ではないんですね。なるほど。そうじゃん、席の公園2日とも丸かぶりじゃん。やばいね、そんなことある。そんなことある、やだやだね。みんなさ、びちょびちょでさ公園来るのやだね、びちょびちょなの。ちょっと晴れてくれないかな、せめての曇り。え、もう傘無理ですよ。雨具に傘に、なんだろう、完全防備、長靴とか履いていかないと絶対濡れる。それでも濡れそうだもん。なんか長靴中入ってきそう、雨が。くしゃみしたね。ダメね、勉強でイライラしてるんだ。急に今思った。ディズニー行きたい。みんなでさ、あの大きいバスみたいなさのでさ、ディズニー行ってみたい。楽しそう。好き。長靴前まで持ってた、今持ってない、サイズが合わなくて持ってない。高1あたりは持ってた。世界選抜総選挙、あー絶対長いよね、長い時だよね。髪めっちゃ長いですよね、めっちゃ長い時で、今と真逆、前髪もないし、ね、そうだよ多分、だからイライラしてた、もっと勉強ずっとしてるから。テストがあるのっていつかわかんないけど、だからだと思う。ずっと勉強してる。うんが、ディズニー。うん、全然。頭が。起きない。なんでこんなに眠いんでしょうか。寝ても寝ても眠い、どうしたらいいんだろう。目がもうこれしか開かない。あ、こんばんは。にんまり。え、嬉しい嬉しい、そう言ってくれるの嬉しいです。シャトレーゼ特集。シャトレーゼって何で飲むしいんだろうね。もう全部あげるよ、この眠気全部あげる。もう一日中もうずっとこんなの、今日ずっと目しょぼしょぼしてる。首が出そうになった。いやー、目がね、本当に開かない。
ちゃ甘い。甘いよね。あのさ、シャトレーゼのさ、なんかね、こんな袋に入ったね、チーズと蜂蜜とかなんかいろんな組み合わせのやつがあるの。何々とチーズ系と、なんかブルーチーズとかなんかチーズにもいろんな種類あって、そのチーズ系と蜂蜜みたいな、なんか合わさってる、なんかこんくらいの袋のお菓子があるの。それがすごい美味しい。前食べてめっちゃ感動した。お布団に入るとでもね、目がね急にね、あのね、バキバキになっちゃう、決まっちゃう、だからね、ダメなで、あーもうこれ寝れないやつだって思ったら気づいたら寝てるやつって感じです。いつもそんな、いや、そう、それがすごい美味しいの。なんていうのか分からない。なんかね、前あった すっごいそれが美味しかったの。なんかおばあちゃん家で食べたんだよね。おじいちゃんおばあちゃん家。席あとね、シャトレーゼ昔から好きなの。クマのケーキ好き。ちっちゃい時から好きなんだけど、クマのケーキ可愛くない？耳がぶっ刺さってるやつ、クサクサって。え、わかる。なんかさ、甘すぎてさ、うってなのわかる。めっちゃわかる。なんかなんて言うんだろう、なんかね、うわーってなの。クマのケーキ耳から食べる、あの刺さってるからそれを取って食べてた。こんばんは。ありがとうございます。頑張る頑張る。いいな、でも味噌だとチョコクロワッサン美味しそう。え、そう、なんか脳がゾワゾワってするの。脳がゾワゾワってする感じ、甘くて。そう、おどどどどどどびっくりした。水道落ちたかと思った。たい焼きは頭から食べる。私いつも最後だ、今思えば。パンダのケーキは知らない。あ、わかるね、あれ苦手。さっきも一緒一緒一緒。あれ何なんだろうね、ゾワゾワってする。こちらスズムシですか、わからないです。急に静かになっちゃった。ああ、また戦争が始まった。わかんないけど、なんか虫鳴いてますね、外で。これは何虫なんでしょうかね、わかりませんわかんないや。スズムシ？本当？スズムシが何か分かんないよ。うん、おやきと、おやきとたい焼きかな、なんだろう、何焼きだろう。クリーム絶版食べれないの。こしあんしか食べれない。だからさ、大体つぶあんじゃないですか。
ところ先はねクリームです。うん、一人暮らしじゃないですよ。みんなもう寝ちゃいました。みんな爆睡中です。秋っぽい BGM 流してる、流してくれてる。これスズムシなんだ、コオロギ？ちょっとわかんない。でも何かが鳴いてる。夏が鳴いてるんよ。夏終わっちゃうからってこと？なるほど。眠たくなってきたよね。先も限界限界とか言って、うん、まだ勉強してる。ダメだ、寝ちゃダメ。勉強中に寝ちゃったかわいそう。あばばば。中に泣き起きてる。なんなら先もう8時に寝れるよ。なんか1日3時間までなんですって、できるのが。だったら3時間やった方がよくないっていう、ただ勝手な先の判断です。勝手に先が判断してるね。3時間までしかできないんだって。そりゃ3時間やるっけないでしょうっていうね。なーに、あ、またお会いしましょう。バイバイ、いってらっしゃい。え、優しい。付き合ってくれるの？ありがとうございます。眠かったら全然寝ていいんですよ。いっぱい寝てください。なんなら寝落ち大歓迎だから。携帯の充電だけちゃんとしてください。朝起きた時充電ないのに割とショックだから。こんばんは。でもあと30分くらいなんだろう。うん、嘘ついた、全然だ。あと15分くらいだ。半分もなかった。多分半ちょっと前ぐらいに切れちゃうかもしれない、もしかしたら。どうなんだろう。ずんちゃんの見ましたよ。めっちゃ可愛かったです。めちゃくちゃ可愛かった。お風呂入りました。なんか髪の毛、お風呂入出た瞬間、さっきまでサラサラだったのにさ、先がさゴロゴロしたからさ、髪の毛がさとてもさわさわさになっちゃったの。なんかわさわさしちゃった。ジェットコースター得意です。大好き。こんばんは。全然そろそろじゃない。なんかもわしてきちゃった。一つ質問があります。このショールームのアイコンあるじゃないですか。これって何、どうやってやったらゲットできるんですか？なんかいろんなかぼちゃとかあるじゃないですか。
そういうのはどちらからゲットするんですか？遊園地はめちゃくちゃ好きだよ。あ、デート？めっちゃ楽しめる自信がある。あの、お化け屋敷が、あ、そう、アバターです、アバター。このさ、いろんなのあるじゃないですか。でき、さあ、そういうこと？アバターを配ってる配信してる人がいるってこと？バグってる、バグってる、おかしい、おかしい。その人のルームで星を一つ投げると、そうなの？すげえ、あれかと思ってた。ガチャガチャみたいな、なんかさありますよね。ガチャガチャなのかわかんない、忘れちゃったけど、なんか前やった記憶がある。そうなんだ。なるほど。知らなかった。うん、あ、買ったやつ？知らなかったんだけど。なるほど。いいな。好きもなんか変えたい。それ、このイースターさ、そのなんか何かでもらったんだよね、覚えてないけど。それから変えてなかったから変えたいんだ。それ、ずっとウサギのまま、何年か前の何年も前の。お、変なのになっちゃった。やだやだやだ、なんかバグった。戻ってこい、仮面。戻ってきてよ、仮面が。急に見えなくなるとは何なんでしょうか。私にはわかりません。ん？なんでだろう。オッケー。ちょっと戻った。危ない危ない、焦った。画面が戻らなくなっちゃったかと思った。さっきも新しいアバター欲しいな。さっきのデザインしたアバター欲しい。さっきデザインできるのかな。どうなんだろうね。かゆい、まぶた。絶対前髪だよね、この位置。いやん、刺さってる。嘘、本当？さっきのアバター欲しい？嬉しいんですけど。なんか一回あったんだよ、なんかアバター作りたい人はデザインしてください。さっきは多分欲しい人いないなと思って、しかも作り方もよく分かんなかったから、できませんって言った。できないですって言った。嬉しいんだけど、なんか今日ってなんか気持ち悪い。嬉しいんですけど、めちゃくちゃ嬉しい。今度じゃあなんかまた会ったら聞いてみます。聞いてみる。
何がいいかな、何がいいかな、何がいいと思います、何がいいかな、どんなのがいいんだろう、デザイン、あ、猿、猿はかくゴリラじゃない、猿もだけ、ね、ゴリラはこう書いてこう書いてこう書いてちょんちょん鼻口ってやったらおしまいすごく簡単なの、ゴリラ書きやすいから、猿でも難しいんだよ、あのこのこの部分が難しいの、先はうまくバランスが取れない、ゴリラ、ゴリラ違う、それプラレール、トミカ、トミカプラレール、そうそう、猿のさ、このこのミッキーみたいな部分が難しいの、オランウータンは描ける、先 DJ コングは描けない、あれに書いたよ、インスタのハイライトっていう、あのインスタのさっきのプロフィール、プロフィールっていうのかな、あの画面があって、さっきのアカウントの画面 の、 あの名前の下らへんになんか丸いのがね、ポツ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 ってあるんだけど、そこにね、猿とゴリラ、猿は分かんない、忘れた、ゴリラと、とりあえずゴリラ、ウサギ、オランウータンはいる、あそこにぜひ見てみてください、ハイライトちょっと残して、いつのか分からないやつ、そろそろランキング読みます、いつ切れるか分からないので、13位カズサさん、12位ラミヒーさん、11位チョコレモンさん、1位くんちゃんさん、9位トモンさん、8位ポンタヌさん、7位ハブさん、6位モンタさん、5位タカさん、4位バッキーさん、3位ワイルドストロベリーさん、2位ピコさん、1位ゴリポンさん、おめでとうございます、皆さんおめでとうございます、ありがとうございます、あ、泣いてきた、やっぱありがとうございます、明日も、明日も朝、明日は朝ちょっと早くなります、7時そうかもしれない、6時半から7時から8時、7時から8時します、明日7時8時です、明日、あ、充電できた、嬉しい、こちらこそありがとうございます、明日は7時です、もう眠かったら寝ててください、眠かったら寝てください、ね、睡眠大事なので、睡眠大事よ、いっぱい寝ましょう、目指す睡眠
ぐしてよ、寝よ、眠い。でも寝れちゃう、本当に5秒あれば寝れる今なら。あ3分ぐらい、多分3分もないと思う。好きだって、さっきお昼やった時もちょっと遅れてたから、おばあちゃんにご飯食べさせてる？ほんと？じゃあおばあちゃんと一緒にぜひとか言って全然見れる時に見てください、うん、なんかこの子今日どうしたんだろうね、すっごい急カーブしてる、うん、本日はありがとうございました。なさいっぱい寝てください、とりあえず。矢崎一回冬眠したいよ、冬眠したい。なんか2ヶ月くらい寝たい。2ヶ月くらい寝たいです。いつ切れるのか全然わかんない、今日見当がつきません。なので切れるまで喋り続けます。2ヶ月寝たい、無理、耐えられない。ね、いやどのくらい寝れんのかな、試してみたい、何日間寝れんのか。1日は余裕、2日も余裕、全然余裕。席はご飯よりも睡眠派です。水分は取るかもしれないけど、でも本当にそれくらい寝れちゃうの今、本当におかしいの、おかしいです、とても変です。眠いのに、ね、寝てんのに眠い。7時に全然起きれる、6時半に起きるから。